のスケライト、どっちか近場にいたら切りますか。近場、こちらから寄っていくスタイル。置いとこう。ドミノリーゴールデンウィーク企画2024、イエーイ。最初はアモンスです。じゃあ始めましょう。飛び出せユニバース一番最初にミュートした人、金太郎です。つまり切っていいってことだ。こいつに絆はねえってことだ。だしジャッカルがサイドキックを渡した場合、この村には4人がいることになる。うん、なかなかの確率でござる。アモツでは湧いてない。あれ、メインって誰だった？うん、ライトヤミ？ライヤ。はい。カタサコさん。カタサコじゃなかった？いなかったと思うけど。私の前まではいないですね、今。アーカイブサクヤタン。貨物が影丸かきてらぞ。ヨツアもいるよ。あ、 あ、 あれいたっけ？ヨツもいたんだ。全然知らなかった。うん、うん、ね。金太郎キッチンタン。ウジミヤ言ってみろ、場所。キッチンタン。めっちゃ対抗してるけど複数で。いや俺慎太郎見てるよ。ちなみに、あ、マジで。うん、浮き子に行ってんの見てる。あー、もう合ってるからいっそう。じゃあ、じゃあ宿舎が、宿舎のすけ、うん、あ、タンタン、わからん、タン、あれ竹山さんもいたんだよな。いないですよ。なんじゃないの、まあ、エンジンがいなくて、いないのか。エンジンがいないんだね。宅屋のすけがタンはきっと、そうだね、うん、でも、宿舎生まれでミーティングすぐ行ったの。ごめん、あの調子乗って、あの宿舎入って、宿舎からミーティングで、ミーティングの奥のタスク終わった後ボタン押した、うん、あ、でもなんか、うん、ライトさんってどこまで行ったんでしたっけ。宿舎前まで行ってて、ですよね、うん、こう空いてたかな。闇さんも一緒に動いてる。うん、僕はメインの女性。はいはいはい、全人いたんだよ。そうか、エンジンは木でコックピット行ってて、慎太郎がキルしてるケースとかもある。あ、全然。うん、なんなら僕コックピットが最終なんで、そのケースは大いにあり得る。じゃあ、慎太郎さんか、のすけさんか、ライトさん。あ、カヤブで俺か。さっきやった。ですね、藤宮君に白は出せないかな。まあでも、ライトさんがエンジン宿舎って移動してて、慎太郎がコックピットなら、はい、俺が切る場所は、まあ、なさそうかなと思ってます。金庫、あ、金庫の場合、のすけさんが人外か。いや、うん、藤宮君って最終位置とこう、キッチン巻きで。俺は武器庫下。配線やって武器庫、はいはい、うん、のすけさんって宿舎脇で速攻ミーティング行った？うん、速攻行ったよ。ああ、なら一応エンジン脇の竹尾さんが金庫に行ってる場合が藤宮くんがギリできるって感じかな、うんうん、あ、それだけ、まあ、進めればあれば。畑さんも最終位置と、うん、昨夜最終位置は診察室のあのゴミ抜きの手前ぐらいです。これは昇降気味でダウンロードが終わって下ったとこ。俺アーカイブ下までは確認できてるけど、下いない、うん、貨物脇からアーカイブまで行ってる。あ、俺もアーカイブ真ん中まで見てますが、したいないです、うん、はい、ダウンロード終わったの。やばい、まあ、入らなかった。誰や誰や、これシャワーまで入れてるわ俺。うん、慎太郎インポスターサイドではなさそうやな。まあ、まずシンプルにインポスターだったら、まあ脇のラグがあるにしても視界が広いので俺が見えてそうっていうのがまず一つと、うん、まあ俺ができる可能性を最後まで追おうとしてたのがあんまり、まあインポスターっぽくは見えんかったかな。おい、ナイボー。まあ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 直しましたよと。えらい、えらい、白い、えら。じゃあ、まあ整理すると、まあのすけ、慎太郎、藤宮、あたライトさんもあんの、うん、エンジン脇で宿舎ダウンロードとかやってたら、エンジン多いじゃないですか。あ、はいはいはい、記録取れば俺もあると思う、一応広いね。あさこはないじゃない。
メインホールでライトさんとヤミさんと湧いてて、うん、2人が右に行ったように見えてるけど、俺はエレキに行ってから死人がないから。そ う, そ, う、うん、そうなんだよね。ライトさんもでもライトさんがエンジン行ってるから、だからもう俺が初動で左に行ってた時のみあるんじゃない。まあ弾いてくれるんだったら別にいいけど、まあでも自分から入ってくるのは白か人外か全部質問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 。ライトさんってさ、初で右シャワー行ったじゃん。シャワー行ってどこから引き返したってこと？そうそう、あの タオルっていうか、あのあれ取って、ちょっと取ってすぐ引き返して、ちょっと取って、怪しいな。ちょいちょいちょい、でもちょっと取ってっていうのがボタンだなっていうかなっていう。あ、そうだね、ワンからボタンまで行くか。なんか怪しいな、ちょっと世話しないね。だいぶでもちょっと取ってっていうのがちょっと白いわ。なんでストーリー性があるから。要素だあるか。適当な理由じゃないか。要素だろって。でも僕は初めに言ってますからね。宿舎前までね、したいなかったよって一番初めに言ってる。言ってる言ってる。白いかも。はい。かなりいい人です。まあ普通に考えたらのすけさんか慎太郎さん。まあわかる、そう見えるの。僕も期待値はのすけさんが一番高いと思ってるから。白夜くんは？まあ、あれはスケート正直イーブンかなと。アーカイブかリフトじゃないと死体が多分俺たち見られちゃうから。あるかなと。まあ、弁当飛べちゃうよ、ね。え、そんな広い。アーカイブ脇の誰かを昇降機で切るわ。ああ、そう、全然あるし。宿舎脇を切る。そう、宿舎脇だったらのすけさんだし、エンジン脇でもボタン押しに行きそうだなって思うから、うん、まあ、まあ確かに期待値はのすけさんがやや高いくらいの感覚。わかる。おお。広いから。アーカイブ割てさ、初手で昇降機左のダウンロード行こうって気になる。俺がや、まあ、俺やっとしたら咲夜さんが人外だと。そう、咲夜さんはなってるんだけど、2人が、2人と同じ思考になるかなって。いや、どっちかがインポスターだったらどっちかついてくるだけじゃん。ああ、で乗っ取ったらいいんや。でもそれ竹雄さんが言ったってことだよね。なんで1票増えんねん。ちょっとずつ増えるやばい。ボタンをすぐ押さないからだぞ。6ターンぐらいまでやな。そうそうそう、ボタン押せ。うん、ヤンミが一瞬ライトさんに向けたぐらいか。あそこのジャッカルブラザーズはないでいいでしょう。まあまだ渡してないケースがあるから、早い段階で決めつけるのは良くないか。消費しておきましょう。ライトさんってもうタオル終わらせたん？いや、まだまだ小脇に抱えてんだ今。シャワー、今ライトさんシャワーいましたよね。今いてます。おかしいね。大丈夫か、図星残してないか。いや時間がね、時間がない。一回シャワーからアーカイブに上がったとまた下ってったからね。いやすみません。ライトさんの白撤回します。でもあのタオル結構ツルツルして取りづらいから。どんなカバー、ちょっと待って、ラインだな、材質によんの。白いな、ここまでって感じなんで。ガチガチな色変わった。すごい、あれ俺の付け柄なくなって、俺の企業がカウントダウン、ヒート変わったな、取られた。カウントダウン。ライトさん、これライトさんシャワーに行かざるを得ないです。ライトさん切ります。カメラ見てるね。ボタンがいらないんじゃん。おー、はい、ライボン。ライドクシャワー終わったかなって思って。ああ、ありがとうございます。終わりました。あ、終わったんだ。終わったんだ。あんだけ言われたらね、シャワーやるでしょうね。インポスターでも行かざるを得ないもん。いや。あ、身の潔白がした。イーブンだよね。さっき怪しまれてるじゃん、戻ってる。なんで大丈夫。バタサゴアヤンミノスケ、ノスケでもいいな。ノスケライトどっちか近場にいたら切りますか。
近場、こちらから寄っていくスタイル。置いとこう、そういう時もあるよねって。誰にも気づかれることなく、お前は死ぬんだ、のすけ。お、ダンサーやんみね。のすけが死んでる。俺のすけが死ぬんだ。あれてない。のすけ貨物脇だね。そう、貨物脇書店。左で一切見てない。うん、見てない、見てない、見てない。アーカイブシャワー見てない。メインとか言ってそうか。誰ですか。僕です。右が藤やんみ。うん、見てる。左僕が直しました。左ライトさん、なるほど、確認してる。もつ脇からどっちに行ったかわかんないの、のすけさんが。ラウンジですれ違ったから多分アーカイブ方向で、その後俺がまたリアクター直しにアーカイブ行っていなかったから、まあメイン側だと思うけど。じゃあ俺とメインですれ違った人誰かいる？いなかったらそれがのすけかも。かきさんがあの下の弁当の部屋から出てきたタイミングぐらいで僕はすれ違った。ああ、じゃあ発足が。の前に慎太郎さんとシャアの立てつるですれ違ってて、メインでかきさん、エンジンのど真ん中ぐらいでよっちゃんが上から降りてきて、武器庫行って、カギャピが武器庫のダウンロードしててみたいな感じだったはず。のすけさんどこで死んだ？え、慎太郎さんってエレクトリから降りたよね。うん、でも最後までずっとエレッキ。たくさんそれ見てる？慎太郎とは会ってない。僕が見てる、僕が見てる。停電のと停電治ったぐらいで降りたと思う。僕やめちゃ見えてなかったわ。もうのすけキルされたってことは、初手キルがライト昨夜慎太郎あたりになるよね。僕もあるね。まあ自然だね。まあまあ三択広いから。まあ結局広いね。うん。今回結構左で見られてて、影丸くん、よっちゃん、寺蔵さんを左下の展望キッチンぶっこたれで見て、エンジン宿舎で左行ったらライトが直してて、ミーティング上がってる状態だから。うん、ライトさんも直してんだよね。慎太郎さん。ライトもずっと左いますよ。割と慎太郎が怪しい位置になっちゃってる。はいはい。キッチン展望ぶっこ。でも一旦ヤンミと一緒にさ、メインシャワーって言ってるね。誰が？このターン。富士宮が？あれ、ヤンミとシャワーアーカイブ昇降機って行かなかったっけ？役だっけ？いた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 よね。ほら、シャワーの、いや、シャワーでも奥は見てないんだよ。そう、まあ、あって奥だけど。右側っぽいなら、カキさんか慎太郎さんが右っぽいなと思ってるけど。カキさん最後、石油で僕すれ違って、左に行ったのに入れよ。分からんけど、モスケさん見てないから分かんないんだよな。あれ？波動砲っている？やっぱなんかね、鼻を打たれないから竹尾さんで落ちた可能性もあるかなって。そうそんなことない。切られてる説ね。イントロに道入ったの。あ、怪しいから釣られるんですよ、慎太郎くん。うん。ハタサコと同陣営でなさそうな、まあ、ハタサコ、ハタサコ、ノスケと同陣営じゃなさそうなな、まあ。あたさこかきかなって感じ。赤場まで持ってくか。人外だから別にね。うん。言わなくていいよね。あたさこ白いね。あげまる慎太郎。あま羽は挙動が不審でしたね。あれ絶対、絶対おかしいな。あれおえぇでっけぇ。のすけだけは両人外ある。あるな。人外が切り合ってるケースあるの。いや、わかる。あ、なるほど、ね。初手でのすけさんが別人外に切られたは全然思いにあり得るから。じゃあ残り右側ですか。でもその右側それでもさ、二陣が残ってるよね。のすけさんがジャッカルじゃないとなんかあんまり成り立たない、成り立たないね。いや、わかる。
いやまあその結論があるか。のすけさんがどこで死んだかわかんないから、なんか僕はあんまり言えないんだよな。右にいたし、打ち放題だと思うんだよな、のすけさん。うん。打ち放題。そうだよね。まあ、リアクターだから、でもリアクターなって。左側の人でも無理だと。無理じゃないかな、その右で。え、むずそうかなと思う。あげまる。のすけ最終死にした人の動きってどういう動きなの？これがアーカイブで、ラウンジか、うん、アーカイブラウンジ貨物って行くときに、ラウンジのトイレタスクやってた。で俺はそこから初動だよね、それって。そうそう。で俺金庫だけやって、上に上がってラウンジアーカイブって言ったけど見てないから。うん。いやあのターン結構長かったから。まあそうね。まあ僕的にのすけさんは割とどこでも行けちゃうなと思ってて、まあ、まあ、エリキには来てないことは僕は証明できるんだけど。だからまあ隠しになってるかもしれないけど別に僕目線隠さん隠じゃないし。うん。え、そう、余地だってエリキいたじゃん。あれは何なの？うん、どのターン、そのターンはいないと思うよ。のすけが死んだターン、私は寺蔵さんと一緒に、キッチンのバーガータスク終わって寺蔵さんと交流してそのまま昇降機左まで歩いてってるから。あれは小宮側から来たんだ。八木側から来てないんだ。うん、来てない、はい、あの畑迫と一緒に行ってる。畑迫と一緒にエンジン、うんうん、武器庫、うん、キッチンで、キッチンでタスク終わって戻ってる。その後しばらく俺と一緒に上に上がってってるから、うん、無理だね。寺蔵ってあれどっから来たんでしょうね、キッチンに。展望からだよ。展望から、うん、展望。武器庫、キッチン、展望、展望、キッチン、武器庫を見て上がってる。 あの、U ターンしてる。なんかずっと左。金太郎さん、エレフずっといいんだよな、さっきも言ったし。あ、まあ、今回のターンも一応言いましたけど。まあ、そういうとこだから。まあ、でも1人ぐらい落ちてそうな感じするけどね、うん、このキルペ。まあ、そうか。もさすがに。エレフいっぱい人だから切れなかったんじゃないの？タスク終わるで。タスク終わるで。もう。終わるで、はい、何だったら次のターン終わる。はい、入った。はい、はい。かかってこいよ。かかってこいよ。はい。かかってこいよ。展望で。もう一陣外切って、もう一陣外切った上でちょっとスルーしたいな。おい。おいシェリフしたいな。なんとかのすけを陣外置きすることで、結論だけ合わせる。これが人外の気持ちか。うん、ライト慎太郎どっちか切ってもいいな。仮に慎太郎が、おいおい、クソボが多いんじゃん。早い。クッソ強ボタン。ナイス。これは白ボタン。白ボタン。いいボタンだと思う。慎太郎またエレキにいました。お、いや、でも、いないいないいない。住んでるじゃん。いない。3ターンエレフだよ。いないかい。いないいないいない。キッチン開ける展望にしかない僕。こんな偽装あり。かかってきてる。釣りたいやん。ロックじゃん、ロック。一人。かなりいいペースよ。信頼、信太郎ライト。助かって。うん、ジャッカルがサイドキック渡せてなくて、でもニンポッサー生きてたらさすがにヒルしそう。まあてかクソボがね入ってるっていうのはあるね、正直。うん、多忙が入んないから。すごい、いいやん。どうしてボタンを押してしまうの。降伏せよ。いや、まあね、26秒ぐらいだったろうからね。フラジンがエクセスよ、このボタンは。うん、もう、タスク終わりましたよ。同じく。終わりません。いいタイミングでサボタージュを入れればなんとかキルができるかもしれない。みんな頑張ってください。コミサボおすすめです。散歩しようかな。まあ、昨夜夏季。ボボしてるからな。ダンスしといて、うん、タスクしてそうな雰囲気あるな。ミーとアマハネ、うん、消えました。ミーとアマハネ、誰か誰か来い、あれか。ああ、
慎太郎キックに見える。おお。あれスタリティン出るよ。けどね、新旗影で、あのエンジンでわちゃわちゃしてたんですけど、どっち切ったかわかんないね、うん。俺の視界の右側だからメイン側から誰かが来るのが見えて、でついてこないから誰かなと思って戻ったら藤宮が死んでました。そんなことある？マジでそこで死んでる。かわいい。え？真後ろで殺されてる。真後ろ？メインで死んでる。そう、メインとエンジンの間のこの階段のとこで死んでる。藤宮はね、あの右のね貨物脇でね。私の先行するように影丸って慎太郎見えてないのエンジンって言ってると思う。ワン？いやないな。ミーティングがないよな。ないめちゃめちゃワンチャン慎太郎さんはあると思うけど、柿作家やし。いや、俺目線はね、俺らはキルしてないのよ。あ、ほんと？うん。影ピは大丈夫だと思ってるけど、慎太郎さん一瞬戻った時があったから。僕一応今エンジンの左側までやってるよ。で、柿作とすれ違ってみるよ。ああ、うん、やったけどね、あのところで、ちょっとちょっと戻った時あったんで、慎太郎が。そう、俺さ、慎太郎が戻って、さらにもう一回こっちに帰ってきた時に、ちょちょって右上にこっちに近づく影が見えたんだけど、それが倒れる肉だったら分かんないって感じ。じゃあ、ノスケキルでも慎太郎容疑者で今回も怪しいなら釣ればいいんじゃない？まあ、そっちの中に容疑者いるっていう話。僕は白出ると思ったんだけどな。分かんない。右からもありえるし。右で浮いてるよ。だってなんなら僕は影丸くんを右に置いて左側に行った認識だったから。ああ。右から来た人物が犯人だったら僕は右に行きようがないと思うんだけど。お前は人外だ。で影丸くんを追い越さないといけないじゃん。だから旗神目線、あ、じゃあ旗影目線ではその一瞬切り返した瞬間に切ってる可能性があるっていう。お前が人外になることで。それは俺もわかる。整合性が。ローラなら飲める。この場面なら。ノスケの代わりの人外となれ。確認じゃない。終わるよ。終わるよ。あ、そうでも助かった。終わりました。多分右から切ってる方が濃厚だとは思う。慎太郎さんタスク終わってないでしょ絶対。タスク終わってますよ。嘘つきだよずっとエルギリちゃんに。おかしいだよずっと。いやなんかタスクなさそうな人だなと思ってはいたけど。でもタスク終わってるんでタスクないですよ。タスク終わってるんで。あとさジャンプダンサーいなくない？いるいる。僕です。いるんだ。あいるんだ。ヨミさんジャンプダンサーなんだ。あぶりでした。まあ多分そろそろ飛べなくなりますよまた。また誰か翼もいといて。やめて。えのすけどこで死んだん？いやお前が殺したんやろ。お前忘れとったんか俺をやったこと。あ、俺がやったんか。嘘でしょ。そういえばそうだ。呼吸するみたいな感じで殺した。どうせタスクで終わりよ。いやー。俺一番遅かったら藤宮くんやからな、たぶん。誰か切りたいなって。また切り捨てごめんしようと思ってたら。いけ、やれ。はい、いけ。頑張れ。やれ。頑張れ。やった。終わった、終わった。インポスターがジャッカルに切られてんの、これ。できない、できないんだよ。またできないの？またできないの？呪いが。ウィンもいたよ。慎太郎さんじゃないわ、じゃあこれ。これどこで発見だ？シャワー行ってあげる。全部言うか。もう。絶対ライトさんがキルしてる。そうなんだ。僕キルしてない、僕キルしてないよ。いやいや、だってシャワーメイン間の扉が閉まった状態で、その扉の右側で切ったら終わってた説ある。で、ライトさんとすれ違った直後に発見。え、違う、これ慎太郎さんです。そこいたら慎太郎さんが、まあ、鬼気は絶対人間やこれ。それは無理だ。目の前にいるんだ慎太郎。慎太郎は全然違うところいるな。え、これあれドッペルゲンガーみたいなのいるの？シェイプシフターいるのかして。尊敬しすぎて生み出した気がする。俺タスク終わんない人いるの？僕終わったよ。一回生かしてみませんか？ああ、もうちょっとやってくれたらよかったな。なんか、バリ揃ってくるとかあるわ。ジャンプできなくなっちゃった。そうね、上行ってたらっていうか、それ。真実に気づいていたのは誰もいませんでした。ナイスファイト。いやないもうこれもうほぼ終わるんじゃない。マジドロップで乗せんだよバカね。ハマグリジャッカル。ドロップでやめろ。ああ。なるほど。負けてんだ。弱いね。来ないことは。何を？やっぱ波動も打てよ。なんで波動打たん？正義進行。そうよ。え？
俺がアーカイブで、ジャッカルお前マジで。俺がアーカイブでのすけを切ってそのまま放置してました。お前ほんまに。何でもあたかも。待ってんねどこで死んでんだ。やば。遅いなと思って、もっと少なくなったら味方釣れねえかなと思って生きてたのに。減らせじゃん。このシャレ受けるで僕死にかけました。どうだよ。ゆっくりよ。絶対言った方がいい。知らなかった。触れてるからいいかなって。